はい、こんにちは。2022年9月17日になりましたと。はい、ということでですね。おっとっと、タイトル出さないと。はい、タイトル出た。ドン、ボン。ということで、タイトルそのうち変えよう。インテルがラプターレイクに関する情報を、提供しております。アルダーレイクの改良版だから早く、開発できましたということをイスラエルのイベントでなんかやってたみたいですね。インテルは、開発をイスラエルとかでもやっております。イスラエルはの、なんだっけ、インテルの工場だったかな、なんかミサイルが飛んでくる防衛圏内のギリギリのラインにあるとかいうようなことを聞いたことがありますね。はい。で、そのラプターレイクはアルダーレイクの改良版として、第13世代インテルコアとして2022年末から登場すると。で、その次の、これはインテル7を使われてるんで、インテル4が使われるやつは、2023年にリリースされるということになるんでしょう。はい。Amazon Kindle の普及モデル、1万円ぐらいで買える Kindle ですね。電子ペーパーのやつの Kindle ですけども、それが、300ppi に対応して、高解像度になって、Type-C の充電に対応したということで、僕は Kindle Paper White Signature Edition をこの前買ったんですけど、これだったら、これ普及版モデルでいいじゃんって思いましたね。Paper White との差は何ですかということになっちゃいますよ、これだと。はい。GoPro Hero 11が発表されておりますね。僕は GoPro Hero 7を持ってるんですけど、 9だか10だかからあのバカでかくなったじゃないですか、なったんですよ GoPro Hero って。まあバカでかいって言ってもまあ小さいことには変わりないけど、で、小さい版 GoPro Hero 11もあるんだけど、あれちょっと種類が違うからね。だから GoPro Hero 11にちょっと困っちゃうよねっていうような気がしますけどね。どうなんですかね。で、DJI Ozもアクション3っていう GoPro っぽい違うやつも発売されてるし、 Amazon なんかでは GoPro Hero っぽいなんか怪しいやつもいっぱい売ってるし、というような感じで今後この市場はどうなるんでしょうかと。で、360度版のやつが欲しいんだけど、新型が全然出ないですね。っていうような、今日この頃です。東京ゲームショーが、木、金、土、日でやるのか?で、やるんですけど、で、まあその関係でいろんな情報が出てますけど、私が一番、びっくらこいたのは、任天堂とレア社が発表してたゴールデンアイの復活ですね。任天堂64で出てたゴールデンアイ007のゲーム。個人的に初めて遊んだ FPS のゲームじゃないですか。FPS っていうんだっけ、あのタイプのやつは。で、なんだあれ。倉庫じゃなくて、なんだっけ、ダムみたいなとこからの研究所みたいなところを、研究所かあれみたいなとこからでだけで遊ぶゲームだと初め思ってましたからね。あれびっくりしましたね。 あそこの面をクリアしたらまだ先があるっていうね。そんなこのゲームが復活して、Nintendo 64を使わなくても遊べると。これは素晴らしいですね。そして Xbox One にも出るらしいですからね。PC 版出ないのかなって思いますけどね。はい。これは楽しみですね。
Wi-Fi6E が先々週だったか、9月初めに日本で使えるようになりましたと。そんで、なんだ、PC とかで発売していた、Wi-Fi6E に対応、ハードウェア的に対応していたモデルは、ファームウェアを改良したら、ファームウェア更新したら、Wi-Fi6E に対応しますよっていうやつ。あれなんかね、できないらしいですね。なんか総務省の何らかの決まりがあって、やるには、無線機器、だからパソコンとかスマートフォンとかそういうやつを再認証しないといけないらしいんですよ。そんで認証したらまたなんか番号が新しくなるとかなんかで、ね、なんで、今使ってる、6E 対応のやつを認証前に使って出しとって、それがどうなるかっていうのがもうわかんない状態らしいですね。これはびっくらこきましたね。はい。というわけで、デジタル庁がこれはなんとかすべき案件じゃないですかね。そんな気がしております。そんな9月の真ん中らへんの週でした。それではさようなら。